高本の死。雨子攻めの準備を整えた毛利高元は、ある夜、黒人衆たちからの歓待を受けた。その後、秋に戻った高元は、床に着くと体の不調を訴えた。ふふ、己が愚かなること、知っていたつもりではあったが、まさか、かような罠も見抜けぬとは。計りごと大きは勝ち、少なきは負ける。父上、至らぬ息子をお許しください。皆、毛利の行く末を頼む。偉大なる父、優秀な弟の陰に隠れながら、毛利家を支え続けた高本は、こうしてその短い生涯を終えた。その死因は毒殺とも病死とも伝わり、明確なことは今も分かっていない。